はいどうも担当エイジです。今日はですねこちら、はい、わかりますか。車のワイパーブレードを交換するやり方をやっていきたいと思います。っていうのもですね、まあ、なんで今更かっていうと、私もうかれこれ3年ぐらいワイパーを交換してません。はい、なのでちょっとねさすがに水切れが悪くなってきたんで、まあ交換するついでにですね、まあちょっと交換の仕方がよくわからないっていう人がいるかもしれないんで、ちょっとついでにですねこちら動画の方もアップしていきたいなと思って今回これにしました。で今回ですね、用意したワイパーがこちらなんですけど、まあ、ワイパーの上にですね、まあ、カバーがついてるタイプなんですよね。まあ、今つけてるやつと一緒なんですけど、はい、まあ、こちらちょっと見た目がいい感じなので今回もこちらを用意してみました。はい、で、サイズの方なんですけれども、一応メーカーの方で推奨してるサイズが、まあ、500ミリと、425ミリですかね。はい、なんですが、今回ですね、このワンサイズ上の525ミリと450ミリにちょっとしてみました。まあちょっと測ってみたところですね、なんとかそれでも取り付けられそうなので、まあその方がですねちょっと拭き取り範囲も広くなるかなと思いまして、ちょっと今回はこれに交換していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はいはい、ではでは早速やっていきますよ。まずですね、このワイパーの、このアームですね、こちらを、持ち上げます。はい、で持ち上げましたらば、このワイパーのタイプですと、ですね、このカバーですね、こちらこれを、持ち上げます。よいしょ、はい、こんな感じでプラプラするようになったらば、今度はこちら側ですね、こちら側に、押し出します。はい、こんな感じ。はい、そうすると取り外せます。はい、まあ、一応この、一般的なワイパーですと、こういう U 字フックのタイプっていうんですかね、はい、こんな感じ。はい、この U 字フックのタイプですと、まあこういう取り外し方か、あとちょっとなんかレバーですかね、レバーをこう押しながら、引き抜くタイプがあるあったと思います。はい、なのでそういった形で、取り外します。それにしてもちょっとこれサビひどいなこれ。はい、そうしましたらですね、新しいワイパーを、つけていきます。で、まずこのワイパーブレードの、アームのですね U 字フックの部分にこの取り付けワイパーの取り付けのところですね、これを引っ掛けてはめ込んでいくんですけれども、まずこのカバーですね、ワイパーのこのカバーをあらかじめ持ち上げておいて、で U 字フックをこの中にこう入れて、はい、引っ掛けておいて、であとはこう手前の方にですねこうはめ込む形でグイッと、はい、滑り込ませて奥まできちんとやったらば、あとこのカバーを、はい、元に戻して、でこの緑のやつも外して、はい、元に戻して、はい、これで終わりです。この新しいやつと古いやつのこの色の違いわかりますかね。はい、まあいかにね放置してたかっていうのがちょっと年月が経ったかっていうのがわかりますね。はい、であとは逆の方も同様の手順で交換すれば完了です。はい、一応ですね両方交換したのはこんな感じになります。うん、やっぱ若干やっぱ綺麗ですね。ええ、うん、OK。 でちなみに古いのがこんな感じです。もうひどいですね、錆だらけ。うん、まあ3年間お疲れ様でした。
はい、じゃあ一応ですね、新しく交換したワイパーのですね、動作確認を一応しておきましょう。はい。うん。OK ですね。はい、問題ないです。綺麗に拭き取れます。はい、ということで、いかがだったでしょうかね。まあ簡単ですよね。見た目ね。はい。私もですね、こう片手でカメラ持ちながら、片手でですね、作業をできるぐらいの あれなんで、普通にですね、女性の方でも問題なくですね、やれるかと思いますんで、はい、ぜひぜひやってみてください。はい、で今回ですね、私の方は、メーカーのですね、推奨のサイズより、ワンサイズ上のワイパーで交換の方しました。はい、で無事にですね、先ほど、動作確認もしまして、干渉もせずにですね、問題なく、拭き取りの方もできましたんで、こちらもですね、皆さんぜひ、真似したい方は真似してみてください。はい、車種がですね、違う場合はですね、きちんと事前にサイズの方を測ることをお勧めします。はい、てなわけで、担当親父のワイパーブレードの交換のやり方でした。それでは、さよなら。